ハサマ川駅は、岡山県岡山市南区ハサマ川にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅である。駅番号は、JRL11。上りホームから、岡山方面を望む、校内配線図 A、茶屋町、B、宇野相対式ホーム2面2線を持ち、交換設備を有する地上駅。駅舎と言えるものはなく、上りホーム中央付近の入り口から直接ホームに、 入る形になっている。反対側の下りホームへは、立橋で連絡している。小島駅管理の無人駅で、上りホームの待合所の内部に、近距離ギップ、交通系、IC カードチャージ機能のついた自動券売機が設置されている。宇野方面は、上り線側が、岡山方面は、下り線側が一線スルーの線路配置であり、安全側線はない。 現在は普通電車のみの運転となっているが、右行連絡線が現役だった頃には、優等列車や四国への貨物列車が運転されていた、名残で行き違いの線路有効長が長くなっている。友人駅時代の駅舎の跡地や、貨物扱いをしていた名残の跡地も上りホーム側に残っている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。2010年までは、 駅前の佐古川停留所にニコニコバスが停車していたが、同バス廃止に伴いハサマ川停留所も廃止されている。ハサマ川駅前を走るバス。ありがとうございます。